パーク MGM はアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスにある統合型リゾートである。ミラージュリゾーツ社とサーカスサーカスエンタープライゼス社の合弁事業として作られたホテルで当初はグランドビクトリアという名称の予定だった。しかし MGM グランドからのクレームによりビクトリアと短縮され後にモンテカルロと改名されて開業することとなった。 3億4400万ドルの建設費を投じた。1996年6月21日未明に、コケラ落としと花火で開業。開業に関わった両社は後に合併し、現在は MGM リゾーツインターナショナルのホテルとして運営されている。2008年1月25日午前11時ごろ、屋上付近により出荷した。屋上で行われていた。 溶接作業で防御マットを敷くなど適切な処置が行われていなかったため、火の粉が外壁材に引火したことが火災の原因である。この火災で死傷者は発生しなかったが、ホテルは2月15日に再オープンするまで約3週間の休業を余儀なくされた。2016年、MGM 社はパーク MGM に改名すると同時に大規模改修工事を行い、 2018年5月9日にリニューアルした5200席収容のパークシアターは2016年12月にオープンしたありがとうございます